気分転換に東映線が使えるのね、パス券が使えるんで浅草でに行こうと思ったらね、電車の中に閉じ込められました。もうしょうがないから歩いて行きますよね。なんていうのか、もう例えばほらいろんなインフラあるじゃないですか。その電車もそうだけれども、ガスとか電気とか、もちろん水道とかネットとか、それがね多分どんどん使えない国になっていくと思うんですよね、日本って。本気でねえ、振り替え輸送って言っても結局代替案はJR か都営地下鉄しかないわけなんですよ。で僕今都営地下鉄の駅構内で10分ぐらい待ってたわけなんですよ。15分かな、それぐらい待ってたわけなんですけども、アナウンスがコロ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 変わるんですよね。うん、一向に改善される見込みがないわけで、そんな中でただアホみたいにずっと待ってる。うん、何の意味もないですよね。だからこれからもう本当東京都内であってもインフラがあるから大丈夫がもう通用しない日本になってるんだなと思いました。もう日本はオワコンです。